ました？うちも番組の中なんですけど、はい、それ以前に実はあって、はい、二人きりの時に。でもその時はもうガタガタ震えてましたよ。で、私別れ話もかけられると思ったんですよ。あの大事な話があるって言うから、これまた別れ話やなと思って、もう絶対もうなんてなんと思ったら、結婚しようって、みたいな。記憶ないって言ってました、緊張して。そうなんです。うちの旦那はその時に何をくれたと思いますか？何ですか？ハンコです。私の本名変わった後のフルネームのハンコをくれたんですよ。それは良かったですか？いや、嬉しかったですよ。だからその後通帳を作っても、はい、そのハンコで全部もうやったりして。